こんばんは、アシナル TV 椎良介です。今日はピンのクロスオーバー、はい、アコーディアガーデン茅ヶ崎さんでやっております。本日も指導をさせていただいております。 LED がとっても明るい練習場です。なんかクローム仕上げみたいなね、バールクローム仕上げかなんか。これ多分 G710 に合わせてるんじゃないかな。玉先も楽。まあやっぱ色が黒くなったっていうこともあって、すごいこう締まった感じがするのと、なんとなくフェースの長さが少し短くなったのかな、ちょっとよりアイアンライフに近づいたのかなっていう感じはします。前作もだいぶシャープになったじゃないですか、クロスオーバーって。400が結構タラコのボテッとした感じがあって、そうですね。で410だって少しシャープな感じになって、でもちょっとフェース長くて長い、重長でしたね。でこれが、まあ、ちょっとこう小ぶりになった感じがして、うん、あのね、ヒールが落ちててよりアイアンっぽくなって構えやすくなったかな、うん。打感が前より硬くない。前ちょっと硬かった。400がカチンカチンで、400カチンカチン、410カチン。これはそんなに硬くない。初代 G クロスオーバーと比べてどうですか。G は僕でも打ってないんじゃないかな。打ってないんですか。400のクロスオーバーを私の師匠である先生である奥島プロが使いになってる時期があって。うんうん、でそれを一緒にラウンドしたときに、あれ楽そうでいいなと思って僕410のクロスオーバー買ったので。初代の G クロスオーバーが一番荒っぽかったね。あの打感も玉筋も楽楽ね。4万円。今回なんか音が良くなったのが結構変わったところかな。音もいいし打感もいいですよ。うん、入れてないっぽい。サウンドリブだって。まあ言わずもがななんですが、中空ヘッドでフェースは C300 マレージングフェースで反発性能が高いと。まあ、ちょっとね、ちょっと硬いのはあるんですけど、だ先日動画公開したテーラーメイドの DHY とかと比べるとちょっとパチンっていう感触はありますけど、だいぶありますよね。音聞いてる音もそうですか、うん、打ってる本人もそんな感じですけど、でも音と弾質がもうね、テーラーとは両極、もう作り方が違いますよね、うん、狙ってるところが、ね、だいぶ違いますね。上でこうなんかひと伸びする感じもありますけど、ね、あんまり曲がらない。これスピード落とすってどこまで落とします。ああ落としましょうか。ちょっと4番ですけど4番でスチールだから割とどっちかというと力あるけど曲がっちゃうような方がこういうの使うのかなって。でもね、あえてドライバー40とか、はい、結構遅い人で打ってみてほしいです。曲がりますね。曲がりますよ。意外と優しいな。いや、すっごい優しいよ、うん、これ。もっと荒っぽい球が出るかと思ったら意外と上がりますね。クロスを425のシリーズ、まあ、ドライバー、フェアウェイ、まあ、ハイブリッド、アイアン、まあ、打ってますけど、一番なんかこう410との変化を感じるのはこれかも。やめて買っちゃうからもう俺はアイアン型ユーティリティで回り道をするのはもう嫌なんだよ。でもアイアン型ユーティリティ結構好きなんですよね。僕も好きなんだけどさ、結局いつも挫折してるからさ。歴代のクロスオーバーもみんな買ってるからね。これだけ浮いてくれればいいんじゃないですか。
まあ石井プロがさ4番打てるのはそう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 何のあれもないと。何番来たよ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 18度の2番の、クロスオーバーだけど前作の2番石井さん持ってるからさだからまあそれも打てるのかな強いて言えばシャフトがちょっと軽いので、はいスレートが入ってるんで、はい、あのアルタ JCB のスレートが入ってるんで、はい、ちょっと軽いかな、まあ、これにツアー8号とかあとは TR ハイブリッドとか入れるともう完全に僕スペックで、そうですよ、ね、今日これ持って帰っていいですかっていういやもう完全に あでもちょっとでもごめんなさいなんで 4番と比べてもいいですか。えだそんなことないよね一緒じゃないの。ちなみにねヘッドカバーもこのあれこの感じかな、うん、なかなかおしゃれなヘッドカバー一緒だよね、2の方が長く見えたの。こっちから見ると2の方がちょっと長い、うん、2の方が少し長く見えて4の方がちょっと詰まって見えたんですよ。あのクロスオーバーと言わずアイアン型ユーティティ苦手な人はやっぱり重長なヘッドで捕まえようとしたら引っ掛けたりとか、うん捕まえきれずに右にパーンと行ったりとかでなかなか扱いきれない方が多いのかな。ああいう球が出やすいってやつですね。ちょっとこう右に、うん、あれを嫌うととんでもないドヒッカケが出たりとかするので、うん、まあでもティーショットで左嫌なホールとかで、まあ、使うことが多分多いでしょうから、はい。だ昔はティーショットで2番アイアンとか使ってる人多かったけど、だ今日の茅ヶ崎の、茅ヶ崎のティーショット9番ホールとかこんなありなんじゃないですか。ありでしょう。僕今日ドライバーで打っちゃいましたけど、ドライバーでドローかけて打っちゃいましたけど、9番ホール520ヤードのパー5なんだけど、はい、ちょっとティーショットはプレッシャーかかるんで、飛距離が出せる UTT だといいよねっていう。はい。ナイスボールすごいじゃん。僕これ。ダメだってこれもうマジで買うからさ俺。いやだって今時期でね、今時期でこの今日だってこの今夜だって8時でしょ、雨降って寒いでしょ、でヘッドスピードは速くないでしょ、キャリーで207でトータル223行ってくれるツーアイアンいいよ。だいたいね今日みたいに風がちょっと強い日なんかにちょっとこんなのでさっとティーショットが打てたらゴルフ気楽ですよ。ああなんて素晴らしいんだ。左に関係ない、うん、これえ世代交代230ぐらい飛んでるよ。あのねシムの UDI と DHI を打った時に、はい、スピンがちゃんと入って、はい、球持ちが良くてアイアンっぽく打てる UTT で、はい、あいいなこういう方がいいなコントロールしやすいなと思ったの、はい、でクロスオーバーはやっぱりスピンの量も少ないし結構球が強いから、うんうん、どうなんだろうコントロールせえと思ったけどさ意外と曲がんないじゃないですか、うん、ドーンっていう感じです、ねうん、いやティーショットでこういうのね求めてるんですよ。230ヤードぐらいポンとフェアウェイ置けたら茅ヶ崎とか楽だよ。やっぱり好対照だな。だからシムを使いたい人もいるだろうし、はい、こっちの方がいいこっちのこの低スピン感を求める人もいるでしょうね。手前からトン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 ってグリーン乗っけていいんだったらこっち3100だからね、はい、これフォローがすごい吹いてたら結構ドロップして250ぐらい飛んじゃう、うん、だからでも現場でこういう使い方が多いと思うんですよね、はい、あちょっと右いっちゃった。ティーショットでなんかちょっと狭いホールで嫌だなっていう時ですよね。ナイスボール球強い高さ出てるスピンは220さっきの当たったっすね。石黒はクロスオーバーちょっとうますぎるから僕は打ってみましょうか。そうですね、2番やちょっと今一発遊ばせてください。どうぞ。ああうまい低めのドロー、低めのドローでちょっとランを稼ぐ系の。でも止まんないからあれは距離を稼ぐ、はい、
打ち方ですよね。そうです。ああいうことをしたいクラブがアイアン型ユーティリティみたいなことに言えますよね、はい、ウッド系のユーティリティはちょっと浮くんですよ、まあ、浮きやすいんですよ。なんか購入検討会になっちゃったいやいや、ある意味シダル TV の本質ですよある意味そうかそうかそうか、ある意味僕たちのシダしてるシーンをどうかな。やっぱそれなりにプレッシャーかかりますね2番ね。うん、ちょっと合わせちゃったけど、もうちょっとだけか。今いくつ飛んだ？ 219.9 買うってバカバカ、もう俺はアイアン型ユーティリティなんか入れたくないんだよこれはですね、いやいよいやいよ、もう好きのうち系ですねああ、ちょっと逃がしたぞ、ほら、うん、もう一回打ってみる。あれ今のはなんかこう葛藤がこう好きだよっていう気持ちとダメよっていう気持ちのこうもうウッド系で優しくゴルフしたいのよわーおいい球。いや小山さんにこういうの持たせちゃダメだよ、うまいんだから。やっぱりいいねこれは、まずいね220パッといきますね。小山さんにこういうの持たせちゃダメなんだって。ダメでしょ、これはまずいよ。俺はそんな持ち上げるつもりで打ったんじゃないんだよ。もともとねちょっと曲がんないのに、ティーショットだってフェアウェイ、ね、ドライバーでバン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 打ってくるのに。いやいい数字だね。でも前作よりちょっと扱い勝手はいいですよ。そうなのよ、うん、あのねヒールが落ちて面長感がなくなった。アイアンっぽい、アイアンっぽい感じで打てる。ちょっとシャフトの手元が軽いなって思うだけで、あとね打感ダウンがすげえやっぱり良くなってる前よりね。うん、この感触だけでもちょっと荒っぽさがちょっと緩和されるかな。だってこういうの打っちゃったらだって家にある410のやつそれはそれはもういいんじゃないか、代替わりで最新が最良だっていうことで、いろいろほら年末は入りようなんだよスマホとかも新しくしたいんだよ、うん、やっぱり石井さんうまいな、うんにうん、クロスオーバー名人、クロスオーバー上手。じゃあ簡単に総評をして終わりましょう、はい、俺そんな絶賛するつもりなかったんだけどな。でもいいよね、明らかにいいね、明らかにいいね、うん、とりあえずアイアン型ユーティリティ好きな人は黙って打ってみろっていう感じがしますね。ただ、うんとまあ、あえて言えば打感が柔らかいとか、あもっとこう静かな感じの音でアイアンライクでっていうことをもっとやったら、他社 あのこういう似てるのも、うん、もっといいのがあるかもしれないですけど、まあ、クロスオーバーをもう歴代使ってる人からすると飛んでってくれて強い球で、でそのクロスオーバーのコンセプトの中で今までよりもとっても扱いやすくなってて、まあ、打感とかダウンとかも、まあ、400とか410と比べたらよりこっちの方がいいぞっていう感じは、まあ、明らかですね。グリーンはでも止まるかって言ったら止まんないかな、うん、でまあ、正直僕はねこれ入れるとしてやっぱり2番なんですよ。で4とか5もだから最近ちょっとロングアイアンこういうのにしてもいいかなってって思う自分もいるんですけど、うん、だからこれに関しては本当グリーンに打ってみなきゃ分かんないんで止まるかどうかななんですけど、例えば5番アイアンの上にその4を入れるとするじゃないですか、はい、そうするとまあ優しく打てるし距離も多分出るよね、3番アイアンぐらい出ると思うんだけど、はい、果たしてじゃあ長いパー3とかで止まるんでしょうか。はい、でも特に冬場で硬かったりね、うん、だそうするとまあ普段の4番アイアン狙う感じよりはちょっと手前に着弾を設定するしかまあないのかなとか、そういうふうにまあ使うといいのかなって気はしますけど、シム DHY はスピンが入ってそう、スピン入って高さも出て止められそうな感じあるなっていう感じだったの、はい、あの球持ちも良かったし、だ僕なんかはもうとにかくティーショットもうで押すな、ただこういう4とかも ありだななんて。僕の友人のプロが僕のこの2番を打って、これの3番を買ったのかな、410の、うん、やっぱ3番の方が地面からも打ちやすかったりするんで、僕も3番でいいな、うん、
ん、でも僕みたいに T ショット専用で T アップですよってだからこういうのもいや ぜひ気になってる方は打ってみてください。お助け感はこっちの方があるかな、やっぱ前行ってくれて、うんうん、芯もちょっと広くてね、まあ、であと球あんま曲がらないのと操作もしやすいし、うん、ちょっと不思議、あのいい感じです。あの進化してるな、でこのちょっとこう締まってる感じもかっこよくて好きです。ありがとうございました。結局絶賛して終わるっていう、カーボンのシャフトも良かったね、うん、ちゃんと張りがあってね、うん、石井さんうまいな、うん、クロスオーバー名人。